はい、皆さんこんにちは。 ATF バスケットボールスクールの山崎です。はい、いやまあちょっと大したプレーをしないプレープレーをしないので、はい、ちょっとまあ皆さんに質問なんですけれども、ちょっと緩急の0.5のやつとかどんなですか？できてますか？なんかもしあれだったらそのクリニック開催しようかなと思って、岡山で。はい、岡山でって岡山市じゃないですけど岡山県で。はい で、まあ、例えば3時間で、まあ、いくらかこうちょっとすみませんが、はい、お金をいただいてということでちょっとやろうと思ってます。で、まあ、例えば緩急の0.5のところとクロスジャブと何かみたいな感じでこう3本立てで1時間ずつぐらいの構成で、まあ、できたらいいのかなと、まあ、もしくは2本立てにして最後は1時間はなんかこう集まった人たち同士で試合をしたりとか、もうむしろそんな技とかいらねえから試合やらせてくれっていう人がおれば、そのコメントもいただけたらと思います。はい 別にそれならそれでね、僕教えることがないんで、はい、めっちゃそれはそれで別にね ありですよ うちのここの学校で、はい、週に1回そういう日作りたいなと思ってるんですよ、実は。はい、高校生以上を対象、まあ、もしくは僕が認めた中学生、はい、で、普通に5対5が2面できるので、まあ、ちょっとコート狭いですけど、はい、それでまあやってもらおうかなと 全然それいいですよ。はい、ということで、まあ、ちょっとね、まあ、意外とその緩急のところができんかったっていう声を結構いただいたんですよ。だからその緩急のところを少しね、まあ、もしだったらやってもええなと思って、はい、で、まあ、ちょっとそういった類のちょっと今回皆さんに質問っていうことでそういう動画になりました。はい、まあ、ですのでちょっと皆さんもしよろしければまたコメントの方ください。例えばその3本立てだったら行くとか行かんとか、まあ、こういった3本立てが教えてほしいとか、はい、まあ、実際そういう話があるとこっちもちょっとね、メニュー組みやすいですし、あと何月あたりがええとかいうのもあれば教えてください。まあ、3月末とかになるかなとか思うんですけどね。はい、2月とかはね、入試とかでめちゃ忙しいんで。ということで、皆さん、まだどしどしとコメントをお待ちしておりますので、はい、メンタルあんま強くないんで、辛口のコメントはね、できるだけ控えてください。そんなもんいかんわって。よろしくお願いします。はい、ということで、皆さんこれからもバスケットボール頑張ってください。では。